方にご着席ください。さあ熱い思いは通じるのか参りましょう。 Heaven or Hell Let's Rock。 さあいろんな意味で盛り上がる2回戦はラスト。さあ頑張ってオガニーしてください。さあそして頑張って兄の敵を打っていただきたい堀進選手のチップ。さあ注目の一戦です。俺は檻に生きる者。さあエディ使いは小川対して堀進チップ使い、先の試合というか何と言ってもチップ使いはたった一人。さあこの試合いかなる展開を見せるか。攻めるのは小川選手。さあ空中投げに持っていく堀進、アルファグレードで間合いを取る。さらにその動き忍びのごとし変幻自在の動きで見せます。さあハイスラコ巧みに合わせるスラッシュ、そして手裏剣投げて手裏剣投げて、さあサイドバースト合わせた青キャン、ここはバックダッシュで抜けるが十分に前を取っていたせいか、まず1ポイントは小川。さあ第2ラウンド堀進選手巻き返しなるか。さあ前を取りつつも接地技を回る回ると、小川のエディ接地技を巧みに使う。さあ追い上げを見せます堀進選手。さあ強し式転移を巧みに使っている。ラスト合わせていった。達成感ギャラリーが沸きます。さあこれを受けて小川選手一気にいく。ドリルスペシャルを抜けていましたね。さあ食らう打点を高くして、さあ受け身をしっかり取る堀進選手。ここもやはり作戦なのでしょうか。さあ高い打点でのダメージを巧みに食らっておりますが、投げ込んでいく堀進、前後左右入れ替わりベータプレート。ここはダストできますがガード小川選手呼ぶ。おっとアルファブレードプラスから空中コンボに持っていく。さあこの勝負分からなくなってきたぞ。どうなる大番狂わせなのか。さあ両者のバトルギリギリのせめぎ合い、中段から合わせていった。大番狂わせ、おめでとうございます。ただいまの試合